三酸化二素、または三酸,酸化素は、化学式アズニオー酸で表されるヒ素の酸化物である。人工的に生産されるが、天然に、片ヒ素化は、自然比、軽観石、志、皮鉄鉱といったヒ素鉱物に付随して存在することが多い。天然の三酸,酸化二素で猛毒であり、上述の鉱物を取り扱う際には特に注意する、必要がある、無味無臭、常温常圧では、 粉末状の白色個体。毒性が強く、かつて害虫やネズミの駆除などに使われた。水溶液は、虫歯や、白血病治療薬にも用いられる。良性酸化物であるが、水に溶かすと水はして、アヒ酸酸となり、弱酸性を示す。また、単に酸酸化にヒ須のことをアヒ酸と呼ぶこともある。中毒症状として、最初に用途、次に下痢、血圧低下。 頭痛などが見られる。多量に摂取した場合、急性腎不全で死に至ることもある。毒性についての詳細は、ヒ素の項目も参照のこと。最も簡易な解毒法は、王とさせて毒物が吸収されるのを防ぐことである。アヒさんは、毒性が強い一方で、古くから悪性腫瘍や皮膚病の漢方薬として使われてきた。また、有機ヒ素化合物であるサルバル酸は、 バイドクの治療に用いられた。これはアヒ酸の持つ細胞毒性を利用したものであると考えられる。ヨーロッパでもヒポクラテスが皮膚病に使用したという記録があり、近現代においても抗がん剤などのレジメンが進歩するまでは、白血病の唯一の治療薬であった。最近では、レチノイン酸抵抗性の急性前骨髄急性。白血病の治療薬として、アヒ酸製剤が、 2004年10月に厚生労働省に承認された。岩見銀山は当時の殺素材、いわゆるネズミ捕りの販売名であり、時代劇でもおなじみの毒薬として登場するが、その実態は悲惨である。岩見銀山ネズミ捕りとも呼ばれる。江戸庶民に広く利用されていたため、毒殺の手段としても利用された。16世紀頃からヨーロッパでも毒殺に利用された。無味無臭で、水溶性が高く、 検出する手段がなかったため、ワインやビールに混入して飲ませることで、当時としては完全犯罪に近い犯行を可能にした。フランスなどでは遺産相続に絡む軽装でしばしば用いられたため、遺産相続毒などとも呼ばれた。ナポレオンモア飛散による、ヒ素中毒で死亡したと言われている。詳細は、ヒ素中毒を参照宮崎県高千保町にあったトロック鉱山では、 アヒサン製造によって公害が起き、多数の死者を出した。鉱山を経営していた会社は、裁判で責任を全く認めず、最終的に和解金を払うことで、被害者と和解した、トロクヒ素公害を参照。プロティパトナイク、ハンドブックオブインオルガニック・ケミカルス。マグロウ、2002 ISBN 0、ISBN0 から07から049439から、8、ありがとうございます。